マジで、どうも。どうも、ジェニーです。どうぞよろしくお願いします。ってことで、皆さん、久しぶりっくす。久しぶりっくすってことで、本日は、先週、執り行いました、ジャパンとムービーの反省会を遅れましたが、何なんだよ、これ、マジで、これ。なんケツの子ってこれ。いや、ケツというか、ちょっと、ピーからちょっと生まれましたみたいな、これ。ちょっと、放送禁止しようみたいな、これちょっと気にしていこうみたいな、おお、何これちょっとこれ。なんか、あーから、な、こっち、何これ、なんていうのこれ、なる、なんか、勘違いな、これ。なる、なんだこれ、なる、なんだこれ。なんだこれ。かん、くそ。集中系やるうち、だからな、言っていいか、マジで。本当に、もう、ちょっと、飯田先生からも、ちょっと、本当にもう、来ちゃったんだけど、マジで。もう、結局、サマーセールは、馬は買えなかった。チャレンジはしたよ、チャレンジは。おう、チャレンジはがっつりしました、そこは。マジで。おう、この8倍は来たから、なんとかしろ。バカ、君の500倍は来ているっていう、マジで。おう、なんだこれ、はいはいって、これ。もっと感情込めてよねっていう。おう、マイクに近すぎる。遠すぎるとまたモフモフするって、これ、マジで。モフモフ。終わったなと、ほんとね、ちょっとその顔、マジで。おう、もう目がな、なんか、もう口の横につきそう。ただの妖怪だろ、それ。ただの妖怪で。出た、キャンセル。キャンセルとか出ましたみたいな、これ。のぶこ、のぶ、ちょっとな、ほんとな、株の話はしないで、マジで。おう、株の話をするにはちょっと時間が必要だから、マジ、もうちょっと待ってっていう、これ。ね、久しぶりっくすって、これ、マジで。なんなんだ、これ、ダバ集めって、これ。マジな、意図的にしてるわけではない、本当に。向こうから寄ってくるみたいな、これ。ダバの開口か。いるよ、マジで。おう。共に歩んできた道だから、マジで。この2頭と。おう。だから、ちゃんと、もう、すべてを受け入れて、おう。すべてを抱きしめて、全部抱きしめて、みたいな。おう。キッツかよ。キッツかよ。マジで、もう本当に、もうちょっと現実なんだけど、おう。もうどうすんだよってマジで。おお、どうす、え？おえつだよ。おえつって書けよ、じゃあ、これ。なんでこのなるっこみたいな、これ。おお、読めるわけねえだろって、それマジで。おお、スマイルワンパターン。ワンパターンって言われて、着順までワンパターンになりつつあるみたいな、これ。おお、いや、もう本当に、その引退とか、その2文字が、もう完全にちょっとちらつく結果だったよね、みたいな。キャンセルだってね、ちょいちょいさんがね、ちゃんと動画上げてくるから、それを見ながら振り返ろうっていうね、それで、多分それだと思うから、それは、大丈夫で開けますってことで、反省会ばかりで、それを活かせ、バカ野郎マジで本当に、これちょっと反省、本当に生きてない、これ。どうしたら生きるんって、これ。オータムネタばかって、ハゲゾンブラックって、ボアゾンブラックで、本当に。オータムセールであれ、多分300万ちょい。マジで。そこな、本当に、チャンスはオータムにはあるのかみたいな、マジで。弱い馬が予定通り負けただけなのに、終わったもん、バカ野郎、マジで。ワンチャンあるよねっていう、マジで。チャンス、競馬に絶対はないから、マジで。だ、そこ？ただ、もうちょっと、もう負け方というか、もうそこの形がちょっともう調教師からもちょっとこう、なんか、調教師をうならせる。逆の意味でな、マジで。もうなんかちょっと会社とかちょっとね、もう仕事辞めてくださいっていう。ガイアの夜明け見てるからと。何なんだよ、これか。ガイアの夜明けとかも本当にそういうのちょっと録画して、ちょっと俺の方をちょっと生で聞いてくれよみたいな、これ。もうな、ジャパン、本当ね、マジで。もう本当に、もう無理かもしらんみたいな、マジで。キャンセル。ちょいちょいさん、多分それ多分ね、これから見る動画だから多分ちゃんと分かってますみたいな。なんでこれ、マチュインってこれ。なんか、本名となんか、はん、なんかハンドネームこう混ざってるみたいな、これ。加減に土曜日、土日の競馬、土日を、
今ちょっと移動日にしてしまってるっていう、マジで。おお。だって、働くよね、マジで。必死に。働くよねっていう、それ。おお。でも、本当俺がもう、稼がなかったら完全に終わってるから、マジで。おお。だからもう、本当働くしかないっていう、マジで。待つの夜明けはない。本当な、夜、っていうか、そもそも夜明けというか、これ、今、真夜中？おお。この闇はいつ晴れるんだろうみたいな。おお、光明ありませんかみたいな、マジで。そうそう。久しぶりに来て。生きてるよ、本当に。おお、なんとか生きてるっていう、マジで。そうそうそう。儲かれば資産、買おうと思ったって返す。株を買えば大暴落。結婚したら即離婚の土下座、松野さんですか。はい、私です。もうな、どれか一個くれ、どれか。おお、全部と言わない、マジで。おできれば馬でなんとかなりませんかっていう。おそうそう。冗談言ってる間はまだまだ。だからな、言っていいかマジで。お金、もうな、金がどんどんこう、何、削られてくんだけどマジで。おなんか、もう、ストツーとかで、もうなんか完全に、波動拳みたいな、完全に削られてんだよマジで。鳥かごなんだけどマジで。おジャンプした昇竜みたいな、マジで。おどうなってんねんみたいな、おムービーが。まあ、ムービーは、てかもうさ、C さんだから、おー、C さんだからそこ違うからみたいな、ステージがっていう。おー、焼いてく、それとも久しぶり。まあ、とりあえず、鮮度が、たぶん、バカ、また、これ本当ね、人のマークを落とすの本当やめてもらえませんかみたいな、もう、そうそう、最近お前の過去の馬券放送見てるわ、違う。なんなんだよ、マジそういう、こう、なんか過去の、なんか昔を振り返るっていう、それよりも今を見ようみたいな。うん。今見て頑張ろう、みたいな、これ。そうそう。ゆうキャラグランプリ、そうだ、507位だから。ちょっと、本当か、会社とかめてっていう、これ。そうそう。ジャパンスタートすら、ダメだったもん。まあ、本当そういうこと。うん。とうとう、ジャパンちょっと、もう、その、唯一の、もう、チャームポイントだった、もう、その、行き足すら悪くなったことを、ちょっと、飯田先生からも、まあ、指摘されてるみたいな。おー、わかってないよ、マジで。おー、わかってないから、マジで。飯田先生、いつになったら、シンバ買うんだよ、あのカス野郎。マジで、ちょっと、飯田先生にも、本当に、無駄足を叩かしてしまったっていう、これ。うん。北海道まで。そうそうそう。まあまあ、ちょっとね、まあ明日の配信で、まあ一応この、まあリベンジインオータムっていうことで、ちょっとオータム戦の話明日するんで、またその辺はちょっと明日行こうみたいな。そうそう。ジャパンもう無理なんだよ。無理じゃ、無理かもじゃなくて無理。いい加減理解しろ、ゴミ虫。あんな言っていいか、マジで。それはちょっと、もう、飯田先生からも、ちょっと最近、ジャパンの様子が、なんか変です、的な。漢字の話は来てるみたいな。おお、中央馬券か。中央馬券買ってないよ、もう。おお、もうちょっと、さすがにお金がないんで、もうそこはちょっと、おお、もう耐えるしかないみたいな。そうそう、おお、ジャパン、もう疲れました。一層憎いしかない。なんか切ない、これ。マジで。なんとかならないのかって、マジで、これ。おお、そろそろ臭い顔出せ。大変失礼しましたと。コントあるとしいってことでね、これ、マジで。おお、もうなぁ。もうなぁ。うぅもう、どうも、ジェルインです。よろしく、ジャパン。ジャパンがもうダメかも。何これ、ちょっと。臭い。うんこが、なんという言い草。どうぞよろしくってこと、これ。かっちゃんってことね、これ。途中がね、ちょっとこれ飛ばして読めなくなる。何なんだ、これ、ドッキリ馬主と、これ、マジで。めっちゃ一生懸命これやってんだけど、マジで、これ。ワンパターンとかね、ワンターンはね、もうすぐありますよね、みたいな、これ。ワンターン、なんか、スプリング戦みたいな、終わったか、あれ。そうそうそう、な。臭くない、これ。臭いってどういうことだよって、これ、マジで。ってことでね、これ、デスクトップってことで、もう、本当に君たちは、言葉が優る、マジで。おー、ムービーがすか、ムービー。ジャパン。
反省会ってことでね、これ。おお。特に、マジで、ジャパンがちょっとピン、なんなんだこれ、消去って、これマジで。これ消さないでって、これ。ちょっと、おお、いい加減ダメかもって、ごまかすのやめろ、無理なんだって。バカ。ちょっと待って、これは、そこは真か問われるのは、その次だから、マジで。おお。もうそう、C3 に落ちて、もう同じレースだったら、もうこれ本当に死ぬしかないっていう。おお、マジで。ちょっと、なんなん、チンコ出してませんけど、これ。祈祷じゃないから、これ。顔面だから、これ。そう。ジャパン、最近、様子が変です。みたいな。おう、え、バイ、え、飯田先生。そんな、なんなんだよ、これ、ちょっと、なんか変なんでた。おう、マジで、ジャパン、ドベジャン、なんと、ドベジャンね、やったねって、どこの方言だよ、それ。どこの地方ですかって、これ。おう、え、反省会をね、ちょっとしたいと思う、マジで。うん、先週ちょっとできなかったからね。おう、たまには縮小化してみろ、これ。縮小してよ、だから。おう、どんだけしていいか、マジで。願ったり叶ったりだわ、っていう、これ。いうことで、もう完全にちょっと、もしやってしまったって感じなんだけど、まあ、順番にね、いい方から見ようか。ジャパンは恋をしました。ジャパン、恋をしちゃいました。ズンチャッチャみたいな、これ。ミニモニかよ、これ。ミニモニか。待つ。のん、なんだよみたいな、これ。4段みたいな、これ。で、ダバンはいつ走るんだから、それはちょっともう中1周だから、来週だよ。そしてまた来週はちょっとまた、俺、出稼ぎとか出張中なんで、ちょっとできないっていう。まあ、出先でやってもいいけどね、これ。でも、運は高級ね。ってなんだよ、運って。ジャパンとムービー2頭出しとか、偶然繋がってみたいな、そういう可能性はあるけどね。ただまあ、ジャパン、ただ1000人だからね。馬主が変なのは、なんなんだよ、だから、俺は変と書いてませんけど、これ。おお、ちょっと、早い、もうちょっと待って、もうちょ、え、仕方ない、庭で飼おう。誰がペットだよって、これ。庭がまずないわって、これ。アパートですからっていう。ムービーさん、まあ、だから、ムービーもこれね、まあ、行くんだけど、まずは、なんていうの、これ。おお、C3 だから、マジで。おお、そこ、ダメだから、みたいな、これ。おお、キャンセルドってことね、これ。ちょっと待ってって、頭皮が寒い。なんなんだよ、これ、マジで、これ。俺の頭皮とか毛根と関係ないよねって、これ、マジで。来た。3番はスマイルムービーです。468キロでプラスムー、12キロ、吉村智弘。ちょっと待って。あ、ちょっと、ずれた。ムービーの敗因は、まず、厩務員さ、これ、担当厩務員の渡さんが、多分、調教試験でいなかったっていう、これ。まず、ここ、敗因ね。もうこれに尽きるから、もうムービーは敗因がはっきりしてる、マジで。おう、タンポポだよ、そこはちょっと別に細かいよね、君みたいな。おう。なんなの、これ、頭皮と関係ないよね、だからこれね。おう、寒いよ、最近、なんか、ますます、なんかね、ハゲる、俺たち、抜け落ちる毛をそのままに、みたいな、そんな感じになった、これ。誰がサンプラザなからだよって、これ、マジで。ジャパンにディープインパクトをつけた。だから、ジャパン自身が現役なんだけどって、これ、マジで。おう、ね、タンポポの失礼しましたっていうね、これ、恋をしちゃいました。食べちゃった。食べたらあかんがな、これ。食べたらあかんがなって、これ、マジで。今度、競馬配信したい。競馬、だから、競馬配信が、だから、移動日になってしまってるよね、いつも。出張。でも頑張って走らなきゃ、みたいな、マジで。だからそこちょっと許してみたい。いや、やるよ、やるけどね、みたいな。馬主が変なら馬も変、バイ、いいだろ。飯田先生、ちょっとそこまで言わなくても、みたいな、マジで。キャンセル。ちょっと待ってってね、これ。今ちょっとこれ見てるからっていう。C4 な、ありません。もう C4 っていうのは、まあ、すなわち、まあ、出荷っていう感じになってしまうんで、本当ないっていうね。後ろにいますと、ついちゃった。あかんがな、これ。ちょっと怖いこと言わないで、みたいな、マジで。キムイさんのファッションがいまいちだね。まあ、これはね、橋本厩舎のユニフォームですね。だからみんな同じ服をしてますっていう。美味しそうな体つきになる。どういうこと？いや、ムービーは全然まだ走るから、ちょっとまあ足がちょっとねっていうのはあるけども、C3 で範囲探らなきゃいけないのは、まあ、もう、だから、それはもうね、もうムービーはもうちょっと気分屋さんだから、もう体はいい、気持ちがダメみたいな、気持ちが競走馬向きじゃないっていうね、そこ。だそれは仕方なかった。キャンセルドって、これね、ちょっと待てっていうね、これ。ちょっと、もう、ちょっと、もう、オンにしとくわ。ちょっと、すぐクリックできんかもしれんけど、ちょっと、とりあえず、反省会だから、今日はね、再生数50、で。
うん、6キロです。3番のこんな感じだからもうずっと、もうなんかしょぼーんとしてたよ、これ。これ、しょぼーんって。もう、これちょっと甘えようとする。甘えようとするけど、渡瀬さんじゃないからもう甘やかしてくんない。なんだお前、みたいな、これ。もうそういう扱いを受けてるみたいな、これ。わかるこれ。もう、西京に対抗して松野も全ハゲみたいな。なんなんだよ、全ハゲオープンってこれ。全ハゲオープン、全オープンハゲのかな、全部オープンでハゲちゃうみたいなね。そういうことか、みたいな、これ。甘やかしてくれないみたいな、これ。甘やかしてくれないっていう、そう。飯田先生、出張経費請求してもらっていいでしょ、松野。ちょっと待て。だ本当に飯田先生、申し訳ない、無駄足をしてしまった。だからそこはちゃんと、おちゃんと、お試せるでみたいな、おマジで。いつも気になっていたが、わざわざ C さんの馬買うなんて珍しい。だ、誰が C さんの馬をわざわざ買っとんねんみたいな、これ。いや、そこはもう全部学習してるから、今まで確かにね、ちょっと間違いが多かったかもしれん、やり方において。おぉ、4.0 倍でしたってね、これ、2番人気。ムービーここにいるみたいな。動画再生して漫画な、これ。何で君たちカリカリするみたいな、これ。夏巻き。いや、もういつも通り。ただ、もうここ見て、これ。これ、もうな、もうちょっとガッていくわけだよ、これ、ガッて。おぉ。さあ、いったろ、さあ、いったろ、みたいな。これ。これ、誰だよ、これ、マジで。超いらない、これ、何、長島太郎、これ、ちょっと。誰だよみたいな、これマジで。そう。気持ちがダメ、これも。大問題だけどね。大問題だけどっていう。ちょっとこれコピーしとコピー。そう。夏負けではないんだね、夏負けでは。ムービー全然成長しない、本当に。体は成長してんだけどね。なんていうの、頭脳精神、そこ全く成長してないっていう、これ。スマイルムービーからスマイルメイビーに改変。多分ね、みたいなね。スマイル、多分ね、みたいなね。そう、かっこいいな。なんかいい名前だな、みたいなね。そう。メールじゃないから、これ。もうなんかメールじゃないからっていうの、これね。そう。おぉ。ちょっと行こうか。ちょっと今 URL 貼って、今、動画を見てるでしょ、これ、君たち。おぉ。これって、動画を見てるのね、これ、ついつい URL 貼られても、これね、見れないから、順番っていうの、これね。ちょっとこれ貼り付けとこう、これね。そう。およし、行こうか。再生。こんな感じよ。でもこれもう吉村さん立ち上がっちゃう感じよ、これ。もう超不利だよ、これ。超不利。ここ下げちゃって、みたいな。全然勝てたからな、ここ。全然勝てた、マジで。もうこれ敗因ね、まず。ここ敗因。2コーナーカーブで1番のベルガモットティーが逃げて、2番手が10前が逃げ、前がね、まあ逃げてるわけだよ。おぉ。で、まあ、マナブさんがね、うまいこと逃げてるわ、みたいな、これ。で、ここまで下げちゃったけど、もうこれでも前もなんか、もう詰まってるし、なんか、吉村さんも変な感じの中、腰上がっちゃってるみたいな、もうなんか、意味わかんないみたい。そう、プラス12キロ戻った。うん。だそれはいい感じみたいな。1番のベルガモットティー逃げています。ここからね、まあ、もう一回ね、これ追いついていくわけだ、これ、ムービーがね。あ、ムービーいい感じみたいな、これ。お前が邪魔したんやん、これ、みたいな。元下がるんやったらいらんやろ、みたいな、これ。ただ、まあ、ちょっと、審議はね、全くないみたいなね、これ。さすが園田みたいな。ここではもうちょっとね、もう、逃げられちゃった、みたいな。感じだったわけよ。前島さんね、本当うまく乗ってくれてるんだけど。マジで。抜けたのは7番、アスーララテラ、リードが3馬身から4馬身、完勝、ゴーリ。完勝みたいな。マジで。いや、審議にはならないね。そう。何これ。何これ。シンバ買ったってなんかバカみたいな、これ。いや、そこはちょっとまだ、まあ、続く、トゥービーコンティニューみたいな。そう。まあ、こんな感じ。まあ、そんな恥ずかしいレースじゃなかった。不利もいっぱいあったして。だ次、外枠引いて普通にスッて言ったら、絶対もう完勝だよね、みたいな。マジで。ありがとうございます、みたいな。3着だった。ただ、そんなに恥ずかしいレースはなかったはず、マジで。もうちょっと人気を裏切る形にはなったけど、そう、手前変えるのが下手だな。もう本当ね、全く変わらない、そこ。全然変わってないみたいな。なので、もう一瞬で決めるみたいな。
もう道中、もうとりあえず、ふわふわ歩いといて、もう一瞬なしで決めるみたいな、もう手前変えずに一気に抜き去るみたいな、もうそれしか作戦ないっていうね。そうそうそう。新一バカ、なんだバカったってこれ。ちょうまかったって、勝ったってなんかバカみたいになるんで、これちょっとやめてもらえませんかっていう、オータムで頑張りますっていう、そうそう。賞金持ってきたらよかった。1万6000円で、どうやってお前生活するんだよ、これ。1万6000円で、まって。予託いくらかって言ったの、マジで。そうそう、賞金、あ、これも読んだ。これが C さんじゃなければ少しは褒めるとこ。まあまあ、確かにね。もうこれ一番下のクラスだからね、これ。そうそう、もうどうにもなりませんよっていうね。ありがとうございますっていうね、これ。そうそうそう。まあこれはまあまあでも、ムービーはまあ次は大丈夫でしょうと。別に何の進歩か。まあまあ、ご愛嬌です、ご愛嬌。まあ怪我もしてたし、間もブランクもあったし、そうそうそう。こうなるとジャパンとムービーどっちの方が強いか興味ある。まあ今のところまあ互角じゃねえかなみたいな。そうそうそう。恥ずかしいからタオル。恥ずかしいからタオルするわけ当たり前だろ、そんなもん。なんで晒さなあかんねんっていう、これ。そうそう。あなたは C3 級の、まあのこれか。だから願ったり叶ったりありませんから、それ。全然誰も希望してませんっていう、そこ。マジで。ただ、学習はしてるよ。学習はしてるっていうね。そうそう。C3 じゃ勝たないとな。C3 じゃそう。C3 で勝たないと、これちょっと本当に馬としてはもう終わってるんで、マジで。これジャパンも運命一緒ね。出たよ。出たよ。問題。問題。マジでみんな。こっち。もうこっち、飯田調教師も、現在お悩み中の、まあ、ちょっとスマイルジャパン号なんだけど、マジで。これちょっと見てもらっていい？これ。アンゲラードカードプリーズトライアゲンで。見れないんだけど、これマジで。なんなんで。見せてくれよ、せめて、これマジで。キムタケ乗った頃逃げたよな。まあまあ、前面も言ってたけどね。ただもう最近は、そのなんか、一瞬しかもう足使えなくなってるから。そうそう。そろそろ元気だけは取り柄のバカ娘俺。だから、この娘が、ちょっともう本当に次、まあ C3 なんだけど、これ本当にちょっと無理みたいな、マジで。学習はしてる。こっからな、こっからだと思う、本当に勝負は、マジで。なんだこれ、生かしてないだけ。そこはちょっと今後生きてくると思う、マジで。おー、ちょっと、まあ、何これ、ちょっと、もう一回これ読み込み？マジで、何か。ゲイじゃない、何なんだよ、一体。再生をしただけなんだけど、これ。再生、どこだっけ？再生、ちょっと待って、もう一回押す。これかな？ムービー、これ、ムービー。あれ？ない！あれ、ない！なくなった！あれ、ジャパン消えた。なんで？スマイルジャパン。これか。これか。4日？これだよな、これ。クリック。そうそう、更新しました。はい、そうそう。もう見る価値がないってことだ。察しろ、新一。バカで、バカは呼ぶんだろうって、バカは、これ。アンゲラ。あ、また、治った。治った。これでいいのかな？これでもえ、頑張れ、スマイネルの。ありがとうってことね、これ、ちょっと、これは、あと、順番に、ちょっとね、順番に見ていこう、みたいな、これ。もうちょっとなんか、俺がなんか、日本語になったな、これ、エラーが発生しました。しばらく、エラー、別に日本語、さっきも読めましたけど、これ、普通に。中学生語が読めますけど、みたいな、これ。そうそう、何が。なんで、見限られたって、これ、マジで。なんでこれ再生できないの、これ。なんで再生できないの、これ。ん？え？ジャパンは共に疲れ持って歩き方だろう、そこ、ん？歩き方だろう、それで、では、3レース参りましょう。3歳以上それで、C3 の行き危険足性なんて400休メーませトて、ル戦休術み中やすっ学たらいい習のか、じゃあ。8番はスマイルムービームービーです。だな、これ、ちょっ156と。キロでマイナスムービーだし、これ12。全然レースが違うっていう、これ。ムービーで、その前のレースみたいな、これ。そうそうそう、あれ？どれ？あれ？スマイルジャパンのレースがなくなった、これ。おあ、出た、これだ、これか。これだ、ピュ。よかった、やっと出た。息っぷり悪くなった逃げ馬も。いや、ほんと、だから、それが問題になってんだ、今、マジで。何これ、ちょっと、どうなってんの、これ。時間か、な、時間稼ぎ、どうやって時間稼ぎすんねんって、これ、マジで。読み込み中だよ、読み込み中、これ。クイーンって、これ。読み込み、なんなんだこれ。なんだこれ、ちょっとパケット、またパ、これ何？パケット上限これ。なんだよ、マジ、ハゲどこももう。金払えって、何？金払えってこと、これ。時間稼い、国産の需要です。1200、425万円。マジで？1204万5、2500円？え？10？ 1204？
1242万5千。マジかよ。おその妹持ってたんだけど、マジで。うん、妹。おまあ、2戦で死んでしまったけど、そうそう、YouTuber、まあ、その知能に合わせに、もうな、その配慮じゃないから再生させてくれっていう、おその配慮いらないんですけど、みたいな、これ。そうそうそう、おちょもう一回、これ更新してみる。うん。更新。これでいいんじゃないの、これで。おなんで見れないの、これ、マジで。ちょっと今、ジャパンの、これちょっと問題について、みんなで深く語り合いたいみたいな、マジで。なんでこれちょっとなんの、これ。何、え？ YouTube がダパ映像、どういうことやねん、これ、マジで。ちょっと、馬みんな生きてるから、そこ平等に、みたいな。普通に中一周ついてるんだから。まあ、それはそうなんだけど、でもなんか、見た目はそんな苦しくそうではありません、みたいな、飯田先生言ってくれるわけだよ、そこ。どうなの、それ、マジで。うーん。ちょっと待って、これ、どうしたんやん、これちょっと。どうしたんやん、これちょっと。え？もうちょ、見れないんだけど、これ。くっそ、マジで、笑った。ディスパーアウトサイ、なんなんだよ、それ。なんでそのデスパー。ちょっとデスパーでもなんでもいいんだけど、ちょっとこれ。どうやったらこれ再生できるん、これ。再起動してもこれ全然再生できないんだよ、これ。何なんだよ、これ一体マジで。どこの再生ボタン、これ。おえ地方系。だって地方競馬公式で見ると、あれ、何パドックないんだもん、パドック。おー。何なんだ、一体。ど、あ、くそ、マジ腹立つ、これ。ど、な、ど、ど、どうすんのこれ、設定？設定なのこれ。え？元ページから再生する。何元ページから再生するアーカイブって、それ。もうなんかその意味がわからない、まず。おー、もうどうな、え？お前が休ませる決断をしてない。いや、だからそれはね、俺は言ったよ、だから。おー、じゃあもう全然休ませて、もう走るんだったら全然 OK っすよ、みたいな。おー、マジで。ただ、次の、その C3 を試してからでも遅くはないんじゃないかみたいな、これマジで。うん。そうそう。設定をいじろうって言ったってどこいじんだよ、これだから。うん。これ？ほら。なんかもう全然ダメじゃん、これ。全然。あー、消えた！何これ？え？もうちょ、どうなっと、もう、待ち切れた。もうちょ、待ち切、なんな、え？その動画俺も見られないね。多分サーバー側の問題。ちょいちょいさんね、サーバー側の問題だって、これ。おー。サーバー側のも、ちょっとね、お願いしますってことで。おー。ちょっと、じゃあちょっと見るか。しゃあない。そのだ見よう。とりあえず、そのだ見ますってことで。ティンポをいじろうって、終わったらいじるわ、それ。終わったら。映像が見つかりませんでした。どういうこと、これ。映像、もう、マジか。切れるんだけど、これ。なんなんだよ、一体、これ。ちょっと。何なのこれ。何も見れないんだよ、これ、マジで。おう、毛根いじっても、毛は生えてきませんもん、これ。死んでるから、マジで。そうそうそう。おう、ちょっと待ってよ。どこだっけ、これか。もう全部こっからたどるんかい、みたいな、これ。おう、ちょ、今、地方競馬ライブ。おう。そうだ、そうだ。そうだ、どれだ、VOD リスト。おー、なんかホテル泊まると、なんか1000円払うと見えるやつな。おー、VOD。そうそうそう。おー、そうだ、そうだ。おー、兵庫の4日、これか。おー、そうそうそう。おー、今出してる、チンポイジュな首筋。出してませんけど、これ。何回も、出してませんけど、これ。これか。ん？これか。ピュ。これ？合ってる？これ。あ、これだ！これ。ちょ、これでっか。なんなんだよ、これ。あ、スタートしましスた？タートしました。第2競走です。ちょっと。まず揃いました。先行争合っいてる、はこ押しれ。ていく3番のおう。慶雲寿、こう渡瀬がか。懸命に押しています。外目からは8番あれ？7倍、これも押していきました。それからちょっと待って、もう一回最初から見る。もう一回最初から。
うん、今ちょっとなし。おう、もうちょもかい。おう、マジで。え、松チン、誰がチンだよっていう。誰がチンだよって、これ。そうそう、おう、チンちゃん北海道。行ってねえよ、だから全然。何も言ってません。おう、だ用事ないもんっていう。うん。だもうどうすんのみたいな。ちょっと再生できないんだけど、こっちも。もう、頭くるな、マジで、これ。どう、なんだよ、一体、マジ。あ、来た。よし。これな、これ。スタートしました。これ。もうこの時点でなんかちょっとジャパンし、ちょっとなんか違うみたいな、これ。しんどいみたいな。おー。おー、C2 3といけ、まあ、C2 の3歳以上ね、これ。うん。C2 の3歳以上。おー、C2 3っていうのではないんだけど、これ。おー、そうそうそう。おー、おい。いや、時間をちょ、待てって、これ。おー、今やるから、これ。そうそ第2競争でうそう。おー。す。こまずれではまあ、驚きこまのしね、た。外が先頭もうはうざかっ2た番んだけ星ど、3番の慶運寿おー、はそれ懸もあるんだ命けをしていど、ます。ちょっそとあれまからりにはも、み8たいな、番、マジ7番、で。これも押していきました。それから5番、おカリスマー、ベロもうがな3んか、番手、あー、み7たい番な。のおしゃれレディー、濃い4番手、おその後に9番のグッドピュアレディーが続ー、あー、きみまたいす。な、これ。中段から6番のバジリおー。ス、3馬身差、2番、スマイルジャパンがいて、1馬マ身ジ差、で。10番、グレイトフルです。え、もうそちょれっかとらなん4番のか、ウォーターカラージャといっパンやて、れない、最やれた後よ方ねっからていう。JR からの移籍馬、1番ディおスクレーション、ダートは初めー。えー、てみのたい馬、最な。後方につけていまおー。す。え、ガソス行く。2コーガナーソカーブ、ス？先あ、頭これ、はもうちょっと、もういい3わ。番僕のなんか慶動いて運るコかドら。フキ、1馬身うん。リード向こう上そうそう。面、8専番用のソララフバイトがの、2番手です。1馬別身差腹を使が、うと、5今、番どのこにカあリるんスだマよ、ベそがれ。中央からどのこ1にあるんだ番よ、手そにの専ポ用ジソションをフ取っトていっていまう。す。7番のおしゃれレディーでもがこれ行って、ずっ1コースと、からの逃げら6れ番なくバジリス、て、外ここから見た9い番のな。グッドピュアレディーです。お2馬身差、中段2番のスマイルジャパン、お。4こう番下のがウォるーだターけみカたいラー、な。後方からなんか2番ピディュっスてクなんレーかション発ね、進、行くやつ一がいるん気だけど、追いみたいな、上げこていきれ。ます、川原です。お1番のディスクレーションがもう中段まで来ました。先ー。あ、頭もうから全は6馬然身なんかだよ、らこれ、7馬マジ身の1、で。これから4コーナーです。先頭は全3番の然。慶運寿、2番手には8番ララバイです。それから7番のおしおー。ゃれレディ、直こ後に5れ。番カリスマベガ、大外に持ち出して1番ディスクレーションで直線、先頭なん8番かジラャバイパにンつがきまし変た、で並す。んで7番おしゃれレディ、お外から1番ディスー。クレーションが追い島になっ上げる、たわけじゃない残りよ、こ100れ。メートル、抜け出したのは7番おしゃおれレディ、8番ララバイと1番のディスクー。レーなション、んなん2だろうな、着争これ一い、体。おしゃれレディ、ゴリ2着は接戦だ、1番ディスクレーション届いたか、内は8番ララバイと、ここは大全接然。戦。勝ったのは7番いいのことおしなゃしれみレたいディでしな。た。7番のおしゃれレディ、た鞍だの上、体木調不村良武では1レーやス、れ2つだよ、レース本当とに。連や続。らずじゃないからね、これ。やれず、マジで。おー。まあ、無理する必要確かないんだけど、もうちょっとな、なんか、おー。あったよね、みたいな、マジで。ちょっとまあ、コマ送りで見ようか。うん。まあ、ちょいちょいさんのコマ送りでは見れるから、これ、ちょっとこれを写しとくんだけど。うん。ちょっと待てよ。今、サイズを変える。おー。これでちょっとみんな我慢して、これ。おマジで。え？女の子の月1で誰が生理中だよ、これ。そういうんじゃないかも。ジャパンもこれで、馬なんで、馬は、繁殖？おそのなんか、その、老けは、もうちょっと春先みたいな、これ、マジで。もう9月だからね、これ。そうそうそう。いない。いないねってことでね、いませんっていうね、馬がね、そうそうそう。外は花取ったけど、ジャパンはの進路塞いでない。だから、もう、競られたらもうジャパン嫌じゃん。おかわいそうじゃん、そこは。おそっとしといてほしいっていう。さ、始まって50メートルはジャパンのターンだから、そこは。マジで。おそこ邪魔しないでっていうね、マジ。おそうそう。専用が嫌になったんだろう、知らん。いや、まあ、専用は嫌だよ。うん。本当は1230走りたいんだもんだって。ただ、C2 の1230だと、ちょっと、まあ、あまりにも早すぎて、周りが。ちょっと無理みたいな。うん、マジで。そうそうそう。これ、ちょっと、あ、映ってない。くそ。今ね、ちょっと、まあ、とりあえずジャパンがとりあえず前頭を抜けた時に、まあ、通ったみたいな。疲れなのかな、マジで。疲れなんだろうかっていう、飯田先生の優しさに甘える小数もあるし。だから、飯田先生もね、当然、貴重な馬房を、なんかちょっと柱の上まで締めるのは困るんで、その辺は考えてくれてるけど、疲れなのかな。でも、休ませるとちょっと本当に、今、財政状況、しんどいみたいな、馬主の権利、失わないように、シンバ。いや、別に、シンバを入れないとっていう、馬を持ってれば別にね、馬主の権利はあるんだけど、そうそうそう、まあ、シンバもな、金のバランスだよ、本当金のバランス。疲れてんだろ、お前だって疲れてるとき放送したら、滑りまくりだろ。あ、いつもかごめんよ。言うな、じゃあ、これ。じゃあ、いつもがごめんよって、そこ言うな、みたいな、これ。そうそうそう、で、滑りまくりも言うな、みたいな、そこもかんわっていう、これ。そうそ
そう、貧乏さん、はーいみたいな、これ、誰が一休、一休さんみたいな、貧乏さん、はーいって、いらんから、そういうの、これ、いらんからって言うから、もう、だから本当に、じゃあちょっと、マジで疲れてるのか、ジャパンは。もう、疲れてるのかっていう、俺が許可しよう、馬肉へゴー、あかんがな、これ、終わってしまうがなっていう、これ、そうそう、だ本当に疲れてるだけだったら、もう一回、なんかごめんとか言うな、これ。なんか、何についてだよ、みたいな、これ。そうそうそう。だから、ここは、もうジャパン、ちょっと一回、まだやれると。もう、ジャパンは、休ませるべきなのかな、これ。もう、相当苦しい判断になるんだけど。もう何戦かさせてもらえませんかっていう感じはしてる。もう何戦かは。やっぱ、ジャパンも、今でやれるんだったらちょっとやらさせてもらいたいっすみたいな。マジで。マーベラスの今いくらか指定してます。本当言わないでマジで。もう実際言わないでっていう、それ。そうそう。ジャパンに栄養剤1本10万で打って。だから10万で打つんだったら10万かけて休ませるわ、それ。1ヶ月かけて休ませるわっていう、それ。そうそう。次から C3 なんだから休ませて C3 勝負。だから、C3 で今の状態で戦って、で、例えばダメでしたってなったら休ませるっていうパッティーンもあるかなみたいな、これ。おお、そこちょっと考えたいみたいな。そうそうそう。疲れてる死神に、はあ俺ですかみたいな、やめて死神どっか行ってみたいな、これ。そうそうそう。もう上がり目ないだろ。いや、上がり目ないよ、それは。おお、だもう何歳やと思っても5歳だから、これ。もう明け6歳だから。おお、そうそう。迷うサプリはため、いや、だから疲労回復の注射とかは打ってもらってるよ、ちゃんと。そこは、ケチらずに。もう、獣医さんに、ちゃんと合法のやつね、獣医さんに打ってもらってるっていう。もう、夏休み。まあ、夏休みなのかな、それは。もう、また夏休みちょっと出す？京都のまた、なんだっけ、ライディングパーク。高宮ライディングパークだっけ？で、また、ちょっとジャパンに、まあ、会いに行くみたいな。で、まあ、ちょっと、あわよくば俺乗っちゃうみたいな。練習してるから、最近俺、マジで。めっちゃ練習してるから、マジで。そうそう。1270円ぐらい。何がみたいな。何のことですかみたいな、これ。そうそう。西コリか、西キョリと思った。あは。西コリらしいな。おあ、なんか、外人が呼びやすいように西コリになってるみたいなね。そうそうそう。株はあかんがな、みたいな。ダメ、その値段は言わないで、みたいな、これ。そうそう。株ひどいな、こんだけ日経上がって。もうな、日経とか関係ないから、プリキュアだから、マジで。絶対それはね、もう、不死鳥のように盛り迎えるから、そこ、もうちょっと待って、みたいな。時間が必要、みたいな。そうそう。ジャパン休ました方がいいよね、不死鳥のね。さん配信中、後にして、怖いこと言うな、怖いこと、後ろのお姉さんとか、これ、そうそう、サイルフラッシュ、ありがとうございますっていうね、そうそうそう、マーベラス価格、今日1271円、一昨日ぐらい1204円まで下がった、新一マッサオ状態だった、まあ、とりあえず、そんな、頻繁には見てないから、マジで、まあ、ちょっと終わり値ベースみたいな、これ、そうそうそう、栄養剤のマロキューネを、多分な、マロキューネって、URL 貼れ、URL 貼れっていう、これ、そうそうそう、ちなみに松野買った、値段は1600円。残念。1500円です。はい。1500円。今、マイナスとかちょっと計算とかしたくないんで言わないけど、1500円です。そうそうそう。なので、じゃあ休ませるぞ、マジで、これ。だ、ちょっとな、ちょっともう、ちょっと C3 を戦わせてくれ、マジで。ちょっと見てみようか。多分来週、来週、これ、チャンス、来週一応走るから、ジャパン。だ、ここで、ダメだったら、ちょっと考えるわ。2着以上で、まあ、C2 に上がるようだったら、もう一回まあ、走るけど、もうこれで3着以下とかだったら、ちょっと休ませるから、マジで。そこはもうちょっと、飯田先生にちゃんと話しないと、ズルズルいっちゃうから、そうそうそう、時間が必要って、その間にも、利子バンバン取られるよ、だから、当たり前だろ、もう君だ、分かってるだろ、それ、利子って。トシコちゃんのことじゃない、利子ですよ、これ。そうそうそう。松野の運動パワーは凄まじい、やかましわ、みたいな、これ。いや、今、だから、その、今はね、マイナスとか、もうちょっと気にしないんで、そこは、マジで。むしろ追加かなっていう、これ。お母さん、追加しませんかっていうね。そう、勧誘だから、マジで。そうそう。今週は誰か走るの？いや、今週はね、お休み。今週はちょっと、走らないんで、今日は反省会をしつつ、明日はちょっと、ね、オータムセールの話を、新話の話しようかなと思ってるっていう。そうそうそう。動画アップ中です。ありがとうっていうことでね、これ。そうそうそう。ちょっとまたこれ、後で見ましょうっていう。左上がくちゃいくちゃい、そんなわけ。ほんまや。
ちょっとこれは異臭漂っております。最近洗っても洗っても取れない匂いが自分にあることに気づきましたみたいなね。そうそうそう、一月ぐらい休ませた。いやだからそう、いやだから次あかんかったら、だ今回がまあ C2 だからっていうところもありますとね、 JRA の馬もいましたと。だそれだったら今回はちょっと多めにしました。ただ次は C3 なんで、これでもしまあ同じのダメだったらもうちょっとこれはもう無理だ。そう2着だったらもうだ、1着でも休ませる。2着でも、てか、次は見させてくれ。だから、1着でも休ませてもいいよね、これ。いいよね、多分ね。どうなのかな？うん、わかんないや、ちょっと。まあ、ちょっと、とりあえず、もう、あと1、2戦で休ませよう。どちらにしても。うん。勝っても負けても。うん。負けたらもう、すぐ休ませよう。うん。とりあえず、1回見させてくれっていうね、マジで。うん。だそれは約束すれば、まあ、次で。うん。まあ、ちょっと、飯田先生とも相談するけども。うん。もう、あまりにも、もう、しんどい。しんどそうっていうのであれば、じゃあ飯田先生はそんなようには見えないんですけどねと言うんだけどね。おお、そうそうそう。お前ピクセルの馬代より高い服未損かかや言うなそれをバカ野郎っていうね。これ本当もうな、ピクセルが買えますもう一頭みたいな。まあもう一頭はいないんだけど、そうそうそう、引退で、いや引退はあかん、マジで。おお、引退した馬がその後どうなるかっていうのはもうみんなも分かってるよねっていう。おお、だからそこはもうちょっと本当にできるだけギリギリまではなんとか持ってやりたいっていう。そのためにはジャパン頑張って走ってくれ、勝ってくれっていう話だよ、これ。おう、そうそうそう。しんちゃん、ゆるキャラグランプリに今ない。うん。まあ、俺はとりあえずエントリーして、まあ、120、ほらほらほら、これ。誰がゆるキャラだよ、みたいな、これ。ね、全然、ゆるくないわって。あ、ほんま、ちょっとゆるめ、みたいな。そうそうそう。マーベラス、信用改ざん、もう次は。だ、ほんとね、そういうのはちょっと言わないで、マジで。おう、なんかそういう不安材料は言わないで、いいことだけ言ってっていう、これ。この1回でジャパンの人生変わって、まあそう、この1回で、本当ジャパンの、まあ、人生というか、罵声というか、まあこれが、もう本当に、もうなんか C3 でドベとかっていうことになったら、これはちょっともう事故なんで、もう休養どころか、まあ、もしかしたら永遠の休養に出てしまうかもしれないみたいな、マジで。だジャパンにとって次は本当に、まあ進化が問われるレースになると思う、マジで。そうそうそう。最後かも、やのに、に来ないの。いや、だ、見に行きたいのは、もう山川豊かなんだけど、マジで。おー、ちょっと、仕事を休んだら、もうそれこそジャパンの意地はどうすんのみたいな、これ、マジで。おー、それこそジャパンの意地は、みたいな。おー、ちょっとね、これ、見てみましょうってことで。おー、何これ。おー、ちょ、あんまり、ちょっと、最近顔が変わった。なんか分業のちょっと顔が変わった気がするんだけど、これ気のせいマジで。おー、太った、これ。おー、いや全然抱けるけど、全然抱けるけど、これちょっと太ってないみたいな、これ。おー、太ってなくねみたいな。ちょっとそこがこれ気になるんだけど、これ同じか。おー、分業これ太っ、これ以上はあかんぞ。あんま、ここアンパンマンみたいなこれなってくると、もうちょっと前髪上げろっていうの、これ前髪を。ちょっと長いこれ。綺麗っていうこれ。そうそう。なん、中国競馬とかないからマジでこれ。ないからっていうこれ。そうそうそう。ジャパン。いや、ジャパンはもう生きてる。なんで俺が死ななかんねん、これ。いや、俺も生きるみたいなこれ。そうそう。そんな状況で心配を。いや、だから、こんな状況だからこそだよ、君たち。おう。心配を買わずして何が変わるっていう。おう。全身あるのみ、そこは、マジで。そうそうそう。動画とかに、ありがとうございますってことでね、これ。おー、なんちょっともう一回ジャパンのね、パドック、ね、これ、ちょいちょいさん、最近ね、よくほんとあげてくれました。ありがとうございますってことで、あげてくれたから、これ。おー、ちょっと見てみよう、これ。うん。これもちょっと、できれば、この、なんだっけ、スマイネル軍団にあげてもらうと、嬉しいな、みたいなね。そうそうそう。顔、いや、顔は、まあ、それはね、適宜いじっていただいて構いませんよ、みたいな、これ。そうそうそう。繁殖にいけない馬は、いっそよこったらしい。いや、だからそこは、もう俺が、もうこいつ、ね、シンバが、もうなんか、プロキュンとかガンガン取れば、全と俺がもう、最後まで面倒見てやるってこと、できるわけじゃん、これ。よし。そうですね。まあ、ハーケってどこまでという感じですよね、うん。最近ちょっとスタミナなくなってますからね。そうそうそう。そこが気になるところですね。うん、気になるよね、マジで。最近なんでスタミナなくなったみたいな、これ。逃げ馬ですね、マイナス。逃げ馬。そうですね。まあ、ハーケってどこまでという感じですよね。そう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 。最近ちょっとスタミナなくなってますから、ね。あ、そう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 。スタミナ、あれ、これさっき聞かなかったっけ、これ。はい、お、なんかデシャブ、これ。おー。ジャパン寿命マットできない。わからんよ、それは。
分からんよこれ。おお。そうですね。モハーケってどこまでと近いんですよ、ね。そうね、はい。最近ちょっとスタミナなくなってますからね。うん、まあ、そこが気になると。そうそう。スタミナなくなってるの。あら、もうさっきなかったこれ。あ、はい。な、デジャブこれ。おお、そうそうそう。スマイネ軍団に負けてます。ありがとうってことでね、これ。そうそうそう。なんか、まあ、トモ細いのはもう昔から、トモちゃんとね、しっかりしてる馬だったら、そもそも走ってますよねっていう。うん。そうそう。まあ、勝った時点で負けですねって言われてしまった、もうそれはその通りだよ。うん。だそこはもうちょっと、馬を見る目なかったねっていう。おお。まあ、だこれもジャパンはでもジャパンなりに頑張ってるから、おお。そこはちょっと頑張ってほしいっていう。おお。生まれ変わったってね、馬だけにねっていうこれ。そうそう。コーチに緑のお米っていう馬いるからその馬見ます。緑なんでしょうね。またなんか春うらら的な感じこれ。おお、まあ、うちの馬を飼ってますけどねこれ普通に。おジャパン飼ってますけどねっていうこれ。そうそうそう。まあなちょっと人気もちょっとね、まあ、皆さんが買ってくれる分しかもう売れなくなってきましたねみたいな。おお。まあここからさっき見た感じなんだけど。なかなかなんだよこれマジで。おなかなかこうできない。コーチのセニョールベスト目指すんだ。セニョールベストでもいいけど、だからジャパンがもうちょっと別にそのなんか負け組みたいな感じじゃなくて、もう全然頑張ってるからねこれ。おお、頑張。エンディングちょっと早いわまだ。まだ早いわっていうこれ。おお、行き足が全然ダメなんだよこれ。行き足がメールじゃないこれ。おお、15歳コンビではセニョールと、あ、ミドルそうなんだ。おお、なんかもう馬主としても本当ね、そう現役を続けられるってことがやっぱ一番馬にとってもね、まあ最低ではないっていう、最悪ではないっていう状況かなっていう。そうそうそう。ハゲはポイント使い、もうな、ポイント使い忘れとかな、マジないようにしなきゃいけない、これ。なんか、生活必需品を買うしかないみたいな、そう。悪いけど、緑の乙女は、コーチ、ダービーパでお前のようなダバたちは、大変失礼いたしました、みたいな、これ。そうそうそう。まあ、それぐらいね、長くやってるのは、やっぱりね、馬の実力と馬主さんの、まあ、やっぱり、ね、本当に努力なのかなっていうのは思うよね。うん。そうそうそう。まあ、そういう意味でも、このジャパン、C さんの馬は持てば持つほど、本当、ただ辛いだけだから、これ。もう、金がなくなるだけだから、マジで。もう、だそこはちょっと考えなきゃいかんっていう。うん、マジで。どうすんねんみたいな、これ。大外に持ち出して一番ディスクレーションで直線、先頭8番ダラバイに変わったか、並んで7番オシャレレディ、外から1番ディスクレーションで、何なんだろうなこれ、この差は、この先頭の馬とジャパンさん何なんだろうっていう、マジで。おお、頑張ってる。おお、ただもうなんか体力のでかいっていう、おお、そういうところがあるかもしらんっていうねこれ、マジで。あと疲れだから休ませろって言ってくれてる人が今多いっていう。おお、わずかに一番のディスクレーション優勢か、うちは8番のララバイです。来た9番のグッドピュアレディは4着です。あ、こっちか。まあ、全然ない。まだ全然ない、これ。おぉ。またいない。いないんだよ、これ、マジで。画面映ってないみたいな、これ。そうそうそう。おぉ。なんと、ライブリーマウントの妹なんだ、緑くん。マジかよ。どの時代だよ、みたいな、これ。そうそうそう。おぉ。あ、来た。あ、来た。ルール・オブ・ロー・サンクの3歳牝馬。第2レース、払い戻し金額をお知らせいたします。以上でございます。ってね。おぉ。この状態だと、ぶっちゃけちょっと現役は厳しいよねっていう、ちょっと、1分33秒6、まあ、タイムは何気にムービーとほぼ一緒みたいな、ありがとうございますってことで、わ、ちっちゃく危険でちょうどありましたっていう、うん。だここはもう非常に難しいという、ちょっとこれ、一応ね、これパラパラ漫画入れときますみたいな。非常に難しい。ジャパンに関しては。この、何これ再開ってこれ。何これ再開ってこれ。再開ってなんかボタンがあるんだけど、これ。ジャパンに関しては、もうご覧の通りなんで、唯一のこのチャームポイントだった、行き足がつかなくなってると。で、まあ、飯田先生も、という感じで、ちょっと、いやもう、もう明らかに、例えば疲れが出てますとか、もう本当にちょっと、もう無理ですみたいな感じも、ちょっと言えずっていう、それは気を使ってるのかどうかわからないっていう、これ。押せってなんだこれ、再開ピュー。おー。何これ。おー。え？
なんどうにもならん、これ。どうにもならんっていう、これ。そうそう。再開した。再開その隠語ですかみたいな、これ。ジャパン再開だから長い。そんなのいらんから、マジ、Google プラス、いい加減にしてくれっていう、これ。そうそう。悔しくない。買いくれ、ダービーバー。バカ野郎、マジ、石。ダービーバーを手に入れて、見ろよ、ハゲ。だから、ダービーバーをね、ほんと入れてやるから、マジで。ただな、もう言っていいか、マジで。おう。今、君たちそうやって俺のことね、ハゲ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 言ってバカにしてるけれども、これ。おう。そんなこと言ってると、俺がダービーを取った時に握手してあげないからねっていう、これ、マジで。おう。もうその時になんかね、ジェネリーさん、あの時応援してた俺ですみたいな感じ言ってもこれ絶対信じないんですよ、こまじで。おお、握手してあげませんからねってこれ。ちょっと、残念みたいな、もう残念ですね本当に。うん、非常に残念っていう。うん、なんで、どう見たらいいのかというか、まあちょっと、もしかしたら。まあ、もしかしてだけどっていうことで、おお、ダンさんはもうちょっと最近ちょっと太ってんじゃないかなって、お前のはブービーバーだろ、知ってるよそれ、もう超ブービーだよっていうこれ、そうそうそう、そう言い続けて早く5年ぐらい、もうそんな経つマジで、おお、もうそんな、ただな、まだ俺も生きてるから、おお、ちゃんと死ぬまでにちゃんと撮るっていう、おお、このよダービーを撮った瞬間をちゃんと映像としてこれ記録として残すっていうことをやるまでは俺は絶対知らないっていう、おお、そうそう、言ってもいいけど実績作れ、お前は全て口だけ、今はね。おう、ただ有言実行って言葉ありますからっていう、これ。そうそうそう。必ず、いつかは、取ってやるっていう。何これ。これちょ、なんか最近太ったんだけど、これ。ちょっと。なんだよ、この豚マジで。ちょっとなんかほんと嫌になってきた、なんか。もう、油断すると、すぐこう、なんかもう太くなるっていう、マジで。なぁ、帰ってこいっていう、あの時の分業っていう、これ。マジで。そうそうそう。ん?え、次の馬って何回も切れや。だから、馬を、だから、なおだから言うよ、これ。だから、買うしかないよねっていう、これ、マジで。おう。買うしかないじゃんっていう、これ、ダービーバー。だって、ジャパンダービーバーもうならないよねっていう。おう。え?お前の C さんの壁に挟まれて4年ぐらい、4年目ぐらいだろ、無理無理カタツムリ。なんだこれ。なんだって、でんでん無理無理カタツムリみたいな、これ。どういうことやねんって、これ、マジで。そうそうそう。お前がそのダービー取ったウィナーズサークルの前で嫁にストリップされて、マジかそれ。ちょっと嫁連れてこい、マジで。嫁のちょっとまず嫁のその水着審査から行こう。水着審査から。そうそう。まあ、どんだけ大口叩いても株なんかで100万以上借金作ってる時点で、何の説得力もない。だから、それを言ってしまうともうね、議論にならないでしょって、これ。おう、だからそれ終了になってしまうから、それ言わないで、マジで。おう、そこ言わない。広瀬がジャパン引退させないでって言ったら、絶対引退させない、当たり前だそんなもん、絶対引退させない、もう広瀬のことは絶対だからね、これ絶対だからね、それ、そうそうそう、余裕だろ、どこがみたいな、どこがですかみたいな、これ、そうそうそう、お前の人生のピークは菊水賞、まああれは本当ピークだった、うん、マジで、おう、あれは、あ、このまま俺初年度でダービー取るんだ、やっぱり、まあ、あの、路地ユニカーっていう、お、まあ、あるよね、みたいな、園田の路地ユニと呼ばれるんだ、俺は、みたいな、そうそうそう、思ったけどね、お、それがピークでしたっていう、そうそうそう、ジェヌイン .com、どこのページやねんっていう、それ、そうそう、ダービー勝たなくてもいいから、投稿軍団じゃ、いや、もうな、順々だから、お、順々、お、だそこは順番、だからまずは、そのね、投稿軍団に先着します、ね。で、その年のダービーを取ります。ね。そしてその年のプロキオンを取ります。ね。そして広瀬涼子と結婚します。順々だから、これ。全部。全部積み重ねだから、これ、マジで。一個一個。おう。だからそこは、もちろんやりますよっていうね。もちろん。おう、そうそうそう。世界一貧乏っていうハゲ馬主に、ダービー。これ、言ったな、マジで。俺、でも努力してるから、マジで。おう、諦めてないから、しかも。おう、諦めないことが。なんだっけちょっとこれ忘れたマジで。JRA の CM。あ、じゃ、あれだ。え、勝つことよりも諦めないことが難しいことを俺は知っている。そうそうそう、そういうこと、そういうこと、マジで。もうほんとな。これもう、リピーター二見だよ、バカ野郎、マジで。もうそうそう、中央株の最上場、まだだよ。もう全然、最上場というか取引停止中のまま。うん。だからどうにもならないな、ほんとに。もう、あ、どうすんだろうっていう、マジで。親を騙し、飯田先生も騙し、リスナーも騙す、さすがね、誰が詐欺師やねんみたいな、誰が希代の詐欺師やねんっていう、これ、そうそうそう、いや、騙してない、おう、ただ、実力が伴ってないっていう、おう、もうちょっと待たないか、マジで、おう、少なくとも、おう、このオータムセール、おう、もう今ね、これよ、届いてます、カタログ、マジで。これ今年のだから、おう、どっか2000、
2000、ほら、自転中4。届いてるから、マジで。おぉ。もうみんなチェックした、これ、マジで、チェック。おぉ。ちゃんと予習入ってる、みんな、これ、マジで。そうそう。松野は買うま、たは、たとえダービーかつ、実力あるまでも、ダバーになる法則、法則を出すか、みたいな。誰がマーフィーやねん、みたいな、これ。そうそう。だ、ここいるから、ダービーバー。マジで。おぉ。いるから、マジで。この中には、テイエムオペラ号とかもいたんだから、過去。おぉ。あるから、マジで。おぉ。こっから、もう、飯田先生に、今飛行ぜ、みたいな、マジで。おぉ。それしかないだろうっていう。おぉ。そうそうそう。届いてないからチェックしてと。これ、インターネット、うまいち .com。おぉ。ホームページ、うまいち .com。馬の市場の位置ね、.com にもあるんで。おぉ、何それ。どこがエロ本だよ、これ。まあ、どこがエロ、ほんまや、あるか、そんなもん、あるかって、これ。もう全部、血統だ、これ、血統。おぉ、ブラックタイプ。おぉ、ブラックタイプ乗ってますっていう。おぉ、中国株の出社、この放送見てたらどうすんだろう。もうな、ほんとにマジ、金返せって話だよ、これ、金返せっていう。あ、俺に対してな、みたいな。そうそうそう。誰がチンパンセルだよ、これ。誰がチンパンセルだよって、これ。おぉ、いうことね。あ、ちょっと時間来ましたね、ちょっとエンディング流します。ってことね、はい、ことで今日はムービーとジャパンの反省会でございましたってことで、まあムービーはね、まあ、ちょっと道中の不利もありつつ、まあ休み明けってとこもありつつっていう感じなんで、まあね、キュミリさんもいなかったんで、うん、まあそれも3着、まあ仕方ないでしょうと。むしろね、もう一回 C3 チャンスあるんで、次につながるレースになるかなと、うん、思ってますと。ただ問題なのは、ジャパンと。まあ一番最初に買った馬なんで、まあみんなのね思い出も、まあもちろん俺の思い出もある馬なんだけども、ちょっといよいよね、非常に厳しい状態になってきたと。C3 でね、全くこう勝ちに絡めないっていうなると、まあこれ本当ね、存在意義が、まあやっぱ競走馬としてなくなってしまうんで、もう本当ね、辛い決断を迫られる時期が相当遠くない未来にあるのかなと、いうことも考え、ないといけないのかなというところ。ただそれはちゃんと次のレース、おそらく来週か、来週に、1230m の、まあ、C3 あるんで、ジャパンのベスト距離、園田ではな。だからもうそれでダメだったら、まあ、ちょっと考えなきゃいけないのかなと、うん、この本当に、まあ、やっぱりデビューしたままはいつか引退する。本当に、まあ、ある意味その怪我よりも一番辛いその引退を自分で決断するっていう、その瞬間、まあこれは次のレースをちゃんと見てから、まあ、ジャパンについては考えていきたいと思いますんで、まあ、引き続き、応援をよろしくお願いしますということでね、今の情報をツイッターに流します。配信もツイッターに流しますんで、よかったら見てください。明日は太田もセルです。よろしくお願いします。じゃあこの後で終わります。どうもありがとうございました。